本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地のKです。さて本日は手帳企画でございます。ザ・お父さんの秘密基地では毎年9月から12月の末まで皆様の来年の手帳選びをサポートするような手帳の使い方や選び方、ビジネスでの活用術、そういった内容を発信しております。今月に入ってからほぼ日手帳さんや無印良品さんの手帳も開設していますので、よければ過去動画もチェックしてください。また普段僕が手帳術の企画で紹介しているような書き方や考え方は、今年の7月に出版しました僕の初の書籍爆速ノート術でも詳しく解説しております。よかったらこちらも参考にしてみてください。さてそれでは第3弾ということで、今回紹介していく手帳はこちらでございます。仕事の生産性と効率をアップさせるセリアの手帳、ダブルマンスリーの使い方解説ということで、このチャンネルでは初めての方になりますね。英語サイズのダブルマンスリー、こちらの使い方を解説していきます。ぜひ最後までご視聴ください。それでは行ってみましょう。手帳企画2025、3冊目に選んだのはこちらセリアさんの手帳からダブルマンスリーでございます。まあ、去年も確か一昨年もセリアの手帳を僕紹介しているんですけれども、ダブルマンスリーを扱うのは初めてかと思います。本当に手帳というのはもう価格帯はピンキリでございます。税込み110円で買えるものから、システム手帳クラスになるとレザーのバインダー込みで数万円なんてザラですよね。手帳を普段使わない方とか、デジタル管理されている方からすると、なんで紙ごときに何万円も出すんだと感じるかもしれませんが、目的がですね、書くだけではないんですよね。使うことによって仕事の生産性上げる、自分の自己管理をしていく、振り返って自分の成長を感じる、毎日持ち運びたくなる、そういった目的いろいろありますので、人によってはやはりなかなかね、数万円の経年変化味わえるようなレザーの手帳を選ばれる方もいるかもしれませんし、本当にこう100均で買えるお手軽なサイズを長く使われる方もいるかもしれません。素材とか形こそ異なってきますが、紙に物事を書いていくというベースの部分は同じですね。今回もまずはこのセリアの手帳のスペックですね、重さ、サイズ感、そして中身のチェック、そしてその後に書き方解説していきます。ちょっと気になっていた方の参考になれば嬉しいです。それではまずはスペックからチェックしていきましょう。それでは改めまして、今回の主役はこちらでございます。セリアさんで販売されている2025年ダイアリーの中からダブルマンスリー英語サイズでございます。1月始まり、日曜始まり、2025年の1月から2025年の12月まで管理することができる手帳となっております。で、中身は年間計画表と月間ブロックプラスホリゾンタル、このあたりは後ほど詳しくチェックしていきます。こういったダブルマンスリータイプです。方眼は 3mm 方眼メモで、セリアさんで販売されていますが、このプロダクト自体はサンノート株式会社さんの商品ですね。今月に入ってほぼ日手帳のデイフリーや無印良品の手帳の中からバーチカルといった少しコンパクトで薄型な手帳の解説しておりますが、今回のセリアのこちらのダブルマンスリーは紹介した手帳の中でもダントツ薄い、これは見ていただいたらわかるかなと思います。英語サイズなので決して小さいサイズではありません。ライフのノーブルノートも英語サイズなので、比較していただくと大きさ同じってわかるかもしれませんが、厚みが薄くなるだけでこの物感かなり変わってくる印象ですね。また100均のプロダクトとは思えないほど、こういった帯のデザインも結構しっかり作り込まれている印象です。ここって手を抜こうと思えばいくらでも手を抜けるはずなんですけれども、この帯の部分から、この手帳がどういったスペックなのかデザインなのかが簡単に読み解くことができますね。では画像を見ていただくと大体サイズ感わかるかと思いますが、今回も恒例の体重測定タイムということで体重測定していきましょう。それではまずはほぼ日さんのデイフリーです。こちらが約 108g の重さとなっております。そして、こちら無印良品バーチカル B6 サイズですね、こちらの重さが約 224g の重さですね。そして今回の英語サイズのダブルマンスリー、
セリアさんの手帳が多分一番軽い、もう約 74g なので余裕で 100g を切ってくる非常に軽い手帳となっております。はい、またシステム手帳 A5 サイズクラスになっちゃうと、これね、これぐらいの厚みですが、はい、重さね、よく言ってるんですけれども、これ、はい、1キロ超えます。約 1200g になってきますので、まあ、僕がシステム手帳とても便利だけれどもかなり重たいよと言ってる理由が分かっていただけるかなと思います。僕自身がザ・お父さんの秘密基地で紹介してきた手帳の中でも多分薄さ軽さともにトップ3に入る非常に薄い手帳、それがこのセリアのダブルマンスリーですね。もちろん薄くなっているということは厚みが少なくなってきておりますので、書き込める情報というのが大きく変わってきます。同じ英語サイズの例えばロロマクラシックのこのシステム手帳1キロオーバーですけれども、もう厚み一目瞭然ですよね。システム手帳で管理できている情報をこのダブルマンスリーに書き込むことは不可能でございます。ではどういった書き方をしていくのがこの手帳にとっていいのか、まずは少し中身ですね、どういったデザインなのかを一緒にチェックしていきましょう。それでは中身見ていきましょう。表紙は青色ですけれども、ちょっとまあくすんでいるブルーグレー系の色味ですね。性別問わず使いやすいデザインになっているかと思います。まずは1ページ目はこちらでございます。2025年と2026年の2年間分のカレンダーが縦並びで並んでおります。そして、続いてのページイヤープランニングということで、僕のチャンネルでは縦型のカレンダーとよく言っていますね。見開きで左側のページには上半期、右側のページには下半期、片側6ヶ月、見開きで1年間のカレンダーの管理をすることができます。このデザインに関しては前回紹介した無印良品の手帳バーチカルと同じような形状ですね。そして縦型のカレンダーページの後に、このようにマンスリーページと、そしてこれが今回この手帳のまあ個性というか強みにはなりますが、右側にですねホリゾンタルタイプのカレンダーが印刷されております。なので左右で月間の行動予定の管理ができますが、デザインが異なるタイプ、2タイプのデザインで左右割り当てされているのがこの手帳の特性ですね。あとは1月2月3月と同じデザインのものが並んでおり、12月のマンスリーの後から 3mm 方眼のこのフリーのページが数ページにわたって構成されている、これがセリアの手帳ダブルマンスリーの中身となっております。表紙の帯にも書いておりますが、年間スケジュールのページは1ページ、そして年間計画のページが2ページ、月間ブロックとホリゾンタルが24ページあって、そしてラスト方眼メモのページは29ページという構成になっております。29ページしかありませんので、無印良品のバーチカル同様にあくまでもここは仕事用のメモの使い方、ウィッシュリストを書き込んでいくようなページになるかなと感じています。まあ、念のため厚みも見ておきましょう。厚み 4mm 切るぐらいですね。非常に薄いです。ほぼ日手帳のデイフリー、ちっちゃいコンパクト手帳でも 8.5 ミリぐらいありますので、デイフリーの約半分以下、そんな薄さとなっております。それでは今紹介した各ページどのような書き方していけばいいのか、手帳術ノート術使って解説していきます。今回もこのグラフでですね、セリアの手帳ダブルマンスリーの位置付け考えていこうかなと思います。もうシンプルにめちゃめちゃ薄いプロダクトになってきますので拡張性ありません。拡張性がこれもゼロですよね。ないです。時間管理か自己管理かと言われると、これはね、個人的には意外とどっちでもいけるかなと感じています。それはですね、この後解説していくこのホリゾンタルの使い方によっては、まあ、時間管理も自己管理も両方できるような仕様になっておりますので、拡張性こそありませんが、時間管理自己管理の中間のあたりにこれ位置付けしている手帳じゃないかなと感じています。
それではまずは1ページ目のこちらイヤープランニング縦型のカレンダーページですね。もうここはほぼほぼ割愛します。はい、僕のチャンネルではこの使い方基本的にはもう画像出てるようにですね、まあ、ご自身のプライベートの予定やあとは家族行事で割り当ててくださいというやり方を推奨しております。というのをやはり1ボックスあたりが小さいのでここにかなり細かい時間であったり予定を書き込むのはかなり難しいところです。ね、なので旅行に行くよとか参観があるよみたいな行事予定を書いておくと仕事とのダブルブッキングを避けることができるかと思います。でただね今回ねちょっとこのダブルマンスリー僕の中ではこの仕様を変えた方がいいかなと思っているのがですね、見ていただくとねこれ土日祝日、色を分けてくれてるんですよね。濃いグレーとグレーの2種です。一方無印良品さんのこの縦型ページは全部白色なんですね。個人的にはこれ真っ白の方が好きです。というのもお仕事サービス業とか小売業の方になってくるとですね繁忙期が一般的な長期休みと被っちゃうんですよね。またその仕事の休むスパンも変わってくる、いわゆるサイクルが変わってくるので必ずしも一般的に土日が休みであるかと言われるとこれクエスチョンなんです。むしろ真っ白にしていただいてた方がご自身のシフトに合わせて休みの日のマーカー入れていくことができるのであえてまあ色分けをしてくれてはると思うんですが個人的には色分けしてない方が見やすいかなと感じました。まあ、このあたりは皆様のライフスタイル趣味の話にはなってくるかと思います。ではメインページ行きましょう。こちら月間ブロックとホリゾンタルのページの使い方です。まずこのマンスリー月間ブロックも結構個性的ですよね。まず1ボックスが非常に縦長でございます。横幅が2センチ縦が 2.5 センチという3センチ3センチの正方形ではない縦長の長方形スタイルですね。縦長く取っておりそして真ん中に1本ラインがあって上下で色分けがされている仕様となっております。そして右側には1月であれば1日から31日まで縦型のカレンダーでしかも3つのブロック分けられており一番右側にはメモの用紙があるような感じですね。このフォーマット見ただけでめちゃめちゃ面白いやんと思っている方はもう結構ノートオタクなのかなと思いますがまずは月間ブロックの活用方法です。このように考えてみました。上下で色分けされていますので上の白のボックスは基本的にはお仕事のいわゆる予定会議があるよとかあとは契約更新がありますアポがあります展示会がありますのようなイベントを書いていくのが白のボックス。そしてこのグレーがかっているボックスには例えばご自身の家族の予定あとはプライベートの行事予定を書くのがいいかもしれません。僕が普段使っている手帳は色分けしておりませんので例えば一つのボックスの中にですね会議アポそして参観とかそういったねあの個人の予定が入ってきたりするんですが色分けしてくれてますので仕事とプライベートの予定を別々ね書き込むことができます。意外とこれね書き込んだ後チェックした時にすでに整理されていますよね。プライベートの予定は下段をチェックすれば OK だし仕事のことを追いかけたい場合は上段だけ見ればいいのでこのデザインはかなり使いやすいと思います。まあ、ご自身の普段担当されているプロジェクトが2つだよってなった場合は分けるのもいいかもしれませんがまあなかなかね2つで仕事収まることないと思います担当ブランドはね。そのためあの仕事講師じゃないですけれどもお仕事とプライベートぐらいの2つの軸で仕分けするのが見やすいと思います。他にもイベントではなくてタスクを管理するという方法もあります。もちろん皆様のタスク量によって書き込めないケースもありますが上の白いこのボックスのとこには例えば自分が決めていた仕事下のグレーのボックスには頼まれた仕事を書いてもいいしもうシンプルに白とこのグレー無視してタスクのチェックボックス箇条書きしていくというのもおすすめでございます。もうイベントもタスクもいいよとなった場合は上の白いボックスに今日1日の予定そして下に振り返り自分のまあ自己採点とかね点数書いてしまうのもいいかもしれません。こういったちょっと特殊なデザインだからできるような内容ですね。
また後ほど解説しますが、この手帳は月間ブロックを使ってタスク管理振ることができるので、例えば Google カレンダーをメインで仕事の予定を組んでいる方のサブの手帳、まあサブのタスク管理ノートとして使ったりするのもおすすめでございます。それではですね、この右側のホリゾンタルの、ページ解説していきます。縦型のカレンダーで、大きく3つのボックス分けています。はい、僕が思うんですが、ここで予定管理はかなりむずい。やり方は一つあります。一応そのやり方も解説しておきますと、こちら上段にあるこのボックスの中に横軸で1日の予定の時間を書いていきます。あとは、時間管理をこの下段に書いていくだけですね。ただし幅が狭いので漢字書き込むことかなりできません。ご自身の中でミーティングは MTG みたいに短縮ワードを作ってしまって、それを活用すれば1日何時からどのイベントがあるのかの管理を1ヶ月通して見ることができますが、かなり見づらくなると思います。よほどなノート好きマニアックな方以外はこのやり方は推奨しません。ただやろうと思えばできますよってとこですね。じゃあタスク管理はどうなのか、3つのボックスに分かれているので、プロジェクトを3つに仕分けすると書き込むことができますが、そもそも書き込めるタスク量が少ないので、1日のデイリータスクを3つに仕分けするとしてもかなり限界がある、そんなデザインとなっております。このホリゾンタルのこの形は時間管理もタスク管理するにも少しやっぱり中途半端不十分なボックスとなっているんですね。じゃあどういった書き方がいいのか、もう僕ここはね数値管理やと思います。例えばご自身が担当されているブランドとか部署の1日の売上げ、あとは月間の売上げ、 YouTube の登録者数、体重の記録、ランニング記録みたいに数字で管理できるようなものを3つ絞っていただいて、一番左側の A のブロックには店舗の1日の売上げ、真ん中のブロックには体調管理用の体重、一番右側のブロックにはランニング記録みたいにルール、それぞれのカテゴリーを決めてしまって、あと下数字書いていくと、1ヶ月通した時に売上がどのように推移しているのか、体重がどのように推移しているのかを簡単にチェックすることができます。こういったあの1週1ヶ月ずらりと並んでいるボックスは、タスクをごちゃ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 書いて無理してやるよりかは、数字管理してパッとチェックできるようにしておく方がいいと思います。会社では指定されてないけれども、自分自身に課しているような、例えば1日のアポ件数とかね、制約件数など入れるのもいいかもしれませんね。そして右側のメモのところにはワイドしっかり取れますので、マンスリータスクですね、1ヶ月どのような行動をしていけばいいのかをチェックボックスで箇条書きしていくのがいいかと思います。はい、今解説したようにこのページ使い勝手いいんですけれども、癖があります。時間管理やタスク管理をこと細かくするには向いていません。ただしね、さっき言ったみたいにメイン Google カレンダーとかスマートフォンで予定を管理してますと、何時に何があるのかそっちで全部管理してるよって方からすると、こっちタスクとかあとは目標設定ノートにしておくと、カバンの中に入れても邪魔にもなりませんし、スマートフォン見て予定をチェックしながら、今日何時から何があるのかを見ながら、こっちの手帳を開けばその日何をしないといけないのか、自分が何万円の目標設定を立ててるのかも両方見ることができますので、メイン使いというよりかはサブ使いしてもらうのが、この手帳をフルで活用するための考え方かなと感じています。そして後半のこの 3mm 方眼は29ページしかありませんので、どうにもこうにもですね、これはいかないですね。29ページとなると仕事用ノートとしてガッツにも使えないし、まあメモを書く程度になるかと思います。ただそれじゃもったいないので、例えばこの画像のように12ページ1ヶ月1ページで月間行動目標を立てていくための、もう少し深い、先ほどの月間ブロックとかホリゾンタルでは書き込むことができなかった情報を書いて、今月何をしないといけないのか、どんな目標があるのか、なんぼの数字に対して動いていくのか、どんなアイデアをインプットしてアウトプットできるのか、さまざまなことを1ページでこうね思考整理していくようなフォーマットを組むのもいいと思います。12ページ毎月1ページマンスリーの戦略ページを作っていきながら、残ったページには前回の無印良品さんの手帳でもお話ししたような
やりたいことリストとかね、買い物リストとか、自分の旅行のね、例えば計画表とか、そういったプライベートの書き方、そこにこう振り切ってしまっていいかなと感じています。はい、というわけで今回はセリアさんの手帳から非常に薄い英語サイズのダブルマンスリー手帳を紹介しました。いかがでしたでしょうか。まあ癖のある手帳だと思いますが、何度も言ってるみたいに、メインの手帳のサブ、メインのスマホアプリ予定管理アプリをサブとして使っていただくと、これ使い勝手いいかと思います。邪魔にならないのがいいですよね。現に僕もですね、昔システム手帳を使ってる場合はこういった薄型の手帳をサブで使っていることがありました。またロロマクラシックの使い方という動画も撮っていきますので、その時に2冊使いのテクニックですね、紹介できればいいかなと思っております。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。